ただいま2時あ、おはようございますと。夜の2時ぐらいから朝の7時ぐらいまでですね、僕とゴニハさんと太陽とカミューで大富豪オンラインっていうのやってまして、はい、なんか眠いなって思ったけど、なんか7時まで起きちゃった酒も結構飲んだし、はい、なので今動画をね、回してるんですけども、その2時過ぎですよ。5時に間に合うか正直わかりません。はい、はい、今日の動画ですね、ツイッターやってる方ならね、結構わかるというか、その内容ねってなると思うんですけど、ちょっとね読んでいこうと思います。僕のでも横の方にねちょっと貼っておくんですが、すみかっこお知らせ、太鼓の達人虹色バージョン、収録楽曲要望アンケート実施。とのことで、まあアンケートですよね。どういう曲を収録してほしいかっていう。で、僕調べたらこれ5曲まで、なんだっけ、その、応募していいっぽいんで、まあでさっきね、5曲って知って、で、パッてこう、さっき起きるじゃん。起きてから、自分の布団で、こう、5曲がどれがいいかなって、YouTube とかあさりながら、まあ、選んだ結果ね、こういうのを選んでいこうかなっていう、僕の一例をちょっと動画にしてみました。なんでね、とりあえずこのアンケートをね、やっていきましょう。虹色バージョン、収録楽曲要望アンケート、カッコポップス。ポップスなんで、まあ、その、グリーンまでの J-POP みたいな、やつですよね。でも J-POP でも、その、映画の主題歌とかになったアニソンとかなら、その、ギリセーフみたいな、そのなんか、ちょっと、ラインがあるじゃないですか。まあ、そういうのも考えながらね、結構、結局、そこでアニソンのやつを応募してしまうより、その、アニメのジャンルのアンケート来た時に、その、行った方がいいですから、やっぱり。その方が、もしかしたら採用する、される確率は上がるんじゃないかなと思いながら、はい。僕の性別はですね、まあ、女性ですね。それから年齢が、まあ、12歳ですね。で、職業は、そうですね、まあ、そうですね、まあ、勇者なんです、その他の人も勇者と。それから、お住まいの地域は、その他にしておきましょうかね、はい。ていうのはまあ冗談で、男性で24歳学生です。それから、熊本県。はい。ちゃんと選んでね、全部。はい。そして、あなたが普段、太鼓の達人よく遊ぶ手段、ゲーセン、家庭用はしないね。家庭用はしない。はい。絶対さ、これさ、その他でさ、太鼓フォースとかおうち太鼓とかさ、その、言っちゃうやついるよね、絶対。太鼓が全公式にそんなこと言っちゃダメだからね。まあ、鬼。覚えてないとやばいな。まあ、鬼ですね、はい。虹色バーに、収録してほしいポップスの楽曲。はい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 。よし。曲名、さあさあさあ始まりました。まずね、1曲目、こちら。ワニマさんのね、楽曲の、まあ、サンクスという、曲がございまして。まあ、サンクスってね、書きはこうですけど、まあ、読みの通りね、まあ、ありがとうっていう言葉をね、すごい、歌詞にね、いっぱいそのフレーズが入ってて、いつやろうな、高校ぐらいの時にこの曲知って、もうずっと好きですね。なんか、ワニマで一番好きな曲は、これですね。で、かつね、そう、この、やっぱさ、このポップスの曲が好きだからっつってさ、スッてこのアンケートに答えようとすると思うんだけど、いざそれをこう、もし仮に不眠になった時とか、不眠になったら、どれぐらいのスピードでこういう、音符になるだろうな、こういう音取りされるだろうなって思った時に、なんだろう、この曲好きだけど、音ゲー向きではなさそうみたいな、なんかつまらない不眠になりそうだなっていうのとかってあると思うんですよ。その理由で僕がちょっと落としたっていうか、選ぼうとしてたけど落としたやつが、前のね、何の朝ドラか忘れたんだけど、ゆずの、雨のち晴れるや。あれの曲すごい好きなんですけど、でもな、譜面にした時な、なんかそこまでだなって思って。ただ僕が好きってだけで、
あの譜面にした時面白いかって言われたらちょっと怪しかったのでちょっと落としました、ね、だそういうのも考えながら、やってるので、まあ、このサンクスねすごく疾走感のあるで、まあ、静かになるところもあるんですけどね、まあ、うまく、太鼓チームさんが、もし仮にですよその収録されるってなったらこういい感じにトリミングしてほしいなって思いながら、はい、ちょっと理由とかはね文字で打つのは長ったらしくなるんで後からにします。はい、次ですね。で次が、まあ、サンですね。はい、サンはねあれです、あのもののけ姫ではなくて星野源さんのねあの楽曲です。あの CM になったんじゃないかな、僕 CM になってた頃のは一回も多分聞いたことないんですけど、友達がカラオケで歌ってるのを聞いてあこの歌好きだなって思って、どんだで俺とカラオケ行ったことある人は多分俺も高確率だから歌ってるんですよね。まああの陽気で明るい感じがね、すごく好きです。まあ譜面にしてもすごい楽しそうな、譜面になるんじゃないかなって思いながら、選びました。はい、まあまあ理由もね後からちょっと書きます。はい、楽曲さんがねレイラインという曲で、まだねワニマ星野源ってそのみんな知ってると思うんだけど、はい、レイライン、これ L2 個目のやつ面白かったかな、まあいいや、これね、ベガスって皆さんご存知ですか、フィア&ロージング・イン・ラスベガスっていう、まあ、ラスベガスをぶっ壊せってこう訳したらそのまんまなんだけどっていう、まあ、バンドがございまして、まあ、そのバンドの曲なんですけど、まあすごい迷ったベガスもねすごい疾走感のある元気にしたら絶対楽しいやろこの譜面みたいなの何個かあるんですけど、今回はねこのレイラインを選ばせてもらいました。一番好きなのはですね、まあ、他にあるんですけどそれちょっとねあの曲の良さとかを全部拾うと多分相当曲が長くなっちゃうしちょっとね太鼓用の音源にするのが難しそうだなって思って、仮に採用されたとしてもちょっと区切り方に満足がいくか僕に分からなかったので、まあ、こっちだったら割とどこ区切ってもすごいいい曲なので、うん、そうですね、僕の好きなバンドのベガスからは、レイラインを選びました。次ですね、次が、まあ、最近あの4曲目と5曲目はね僕もあのアーティスト一緒なんですけど、まあ、ロックな君とはあお別れだ、はい、ロックな君とは別れだ、まあ、つゆっていうアーティストご存知でしょうか。もう最近ねもう死ぬほど聴いちゃって、まあ、アルバムも買った、はい、ロックな君とは別れだっていうね曲、なんかななんで好きになったかって、もアルバムを買うぐらい好きになったかってね、まあ、あの静かになるところとあのちゃんと、まあ、うるさいところっていう言い方は違うんだけどその、まあ、音が鳴ってるところの、区切りがねもうめちゃめちゃ好きで、スッて静かになってまたこう音楽が鳴る、でそしてもう間もそんなに開かないみたいな、いやーこのもう一点二点する感じですね。でまたね歌声も綺麗だし、でねメッセージ性も強い歌詞いいでですね、もうすごくシュキってなったはい、急にエロ同人、で同じいいアーティストですね、乗ってあの雪のバスに乗ってさらばまで入っとけ、ちょっと見ます、あれをあのプリリスト、プリリストじゃないの、あの雪のバスにさらば乗ってさらばまでですよね、はい、でしかもなんか丸あるし、まあまああのあんまね音源とかをね後ろで流すとね著作権の問題があるので、まあ、ちょこちょこなら流しても著作権的に引っかからないんでちょこちょこ流れてると思うんですけど、まあ、よかったらねぜひ聞いてください。理由はねまた後から考えます。という感じで、まあ、5曲僕選んだんですけど、でね一応もしまあ、なんだろう、だからさっき言ったそのそれアニソンじゃねってなりそうなやつでその、ま、迷ったのが、まあ、さっき言ったあのラスベガスの、ジャストアウェイクっていう曲がありまして、でそれ確かなんかハンターハンターのエンディングかなんかに使われたやつらしくて、
なるほどってなって、とあとね、僕の大好きな、もうこれ今日 T シャツ着てるんだけど、これ、まあ、森の音楽隊っていうね T シャツなんですけど、まあユニゾンスクエアガーデンですよね。ユニゾンスクエアガーデンの、やっぱねアニソン多いんですよ。まあシュガーソングも言ってしまえばその結界戦線のね歌、エンディングなんで、まあ、オリオンはねタイガー&バニーの主題歌なんですけども、まあ、桜の後っていう曲がありまして、でこれね夜桜カルテット花の歌っていうアニメのオープニングなんですよね。まあなんか入れるなら桜の後がいいかなっていう、そのもし譜面になった時に楽しそうだなって思いながら、まあでもねあれアニソンっていうかアニメのジャンルで投票しようかなって、思いました。はい、せっかくだし自分のね好きなポップスの曲がね入るチャンスなので、しっかりこう吟味してね、やっていけたらいいんじゃないかなと思います。はい、もしというか、まあその期間が終わってまた次のジャンルってなったらね、ゆっくり動画撮っていこうと思うんで、はい、皆さんもぜひ、リンクをね、概要欄に貼っておくので、よろしくお願いします。さあ投稿時間が何時になるか、今から編集頑張ります。じゃんけん始まるぞ。じゃんけんポンポン、今日はじゃんけん勝てたかな。投稿時間は夕方5時、俺の名前は政治、いつものおかしなエンディング。